皆さんこんにちは、ミルクリームです。今日もスプレーを使って下絵を塗って、その上から秋の幸筆で描いていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。今日のスプレーは緑と青です。まず1枚目は左上に芸術の秋ということで、これパレットを描いているつもりです。もう一つはバイオリンを描いていくつもりなんですけれども、まあつもりということでよろしくお願いします。そして右の下には食欲の秋ということで、柿と栗描いていきたいと思います。こちらは水筆を使っておりますので、パステル、いつものパステルですね、こちらで色をつけております。いつも紙に向かって、今日はどうしようかな、これはどうしようかななんて考えるのですが、テーマだけ決めて構想を頭に入れます。角装飾にしようか全体にしようか考えてから、文字が先か絵が先かを決めます。今回は文字の内容を秋としか考えていなかったので、絵を先、その絵に合わせて10月の秋の文章を入れました。神奈月は10月の和名となります。神様なんかいなくても芸術に勤しみ、美味しいものたくさん食べようと書きました。これで終了です。2枚目も同じく青と緑のスプレーを使った紙の上に書いていきます。今回も絵が先です。画材はこちらも水筆にパステルをつけて描いておりますが、下地に色が入っておりますので、結構何度も色をつけて描きませんと描けませんので、頑張って描いてみてください。柿とぶどうを描いております。ぶどうはシャインマスカットがとっても美味しい季節ですけど、相変わらず高いですよね。イチョウなんかもちょこっと入れてから、茎の部分を描きまして、葉っぱの部分っていうんですか、茎の部分を描きまして、最後に文字を入れます。文字を書いているこの筆ペンは墨液筆ペンになります。こちらは素直に10月と書きました。1枚目の時に神様のことを神様なんかなんて書いてしまって、神様本当に申し訳ございませんでした。こちらは素直に10月と書いております。果物を大きく書いてしまったので、ちょっと寂しくなりましたから顔を入れております。顔を入れていくときはサインペンとかボールペンを使っていただいて結構です。ほっぺたも入れて終了です。今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。チャンネル登録やコメントをいつもありがとうございます。チャンネル登録してない方していただくととても嬉しいです。それではまたね、バイバイ。